ラウンドなどの際にスタンド前方へ移動したり通路で観覧室にすることはお控えください。引き続き周囲のお客様へお互いにご配慮いただき、ルールを守っての観戦応援をお願いいたします。私たちのホームをエディオンスタジアム広島でご来場の皆様が試合観戦を楽しめるようご理解協力のほどよろしくお願いいたします。さあ、改めまして皆さんこんにちは。本日もエディオンスタジアム広島へようこそお越しくださいました。サンフレッチェ広島スタジオ DJ 工藤五郎です。さて本日はトップス広島総合応援デーということで、加盟11チームの中から6チームの皆さんにお越しいただきました。まずはトップス広島のご紹介をさせてください。たくさんのアスリートの皆様にねする人、見る人、支えている人、すべての人で感動を分かち合い、Eスポーツの素晴らしさや楽しさを伝えます。ということで今日お越しいただいているチームから、まずは男子ハンドボールチーム、涌流リンク。おめでとうございました。ハンドボールチーム、涌流リンクの佐藤悟です。はい、本日はご来場ありがとうございます。まずは涌流リンク、現在のチームの状況を教えていただいてよろしいでしょうか。はい、ハンドボールは、既にシーズンを終えているゴールですが、次のシーズンが、4月9日から始まります。ぜひハンドボールに興味がある方、涌流リンクの応援よろしくお願いします。チームのムード、どんな雰囲気を感じていらっしゃいますか。はい、今3連休でとてもきついトレーニングをしているんですけども、一人一人意識高く鼓舞し合いながら、やってます。はい、新シーズンに向けてしっかりと準備されているということですが、改めて意気込みメッセージ聞かせてください。今シーズン、ハンドボールプレーオフ進出優勝を目指して頑張りますので、ぜひ涌流リンクの応援はい、応援よろしくお願いします。続いて女子ハンドボールチーム泉メイトレッツ。皆さんこんにちは、泉メイトレッツの南夏実です。はい、よろしくお願いいたします。まずはですね、同じく、今のチームの、状況ですね、聞かせていただいていいですかね。はい、同じくハンドボールは今オフシーズンで、女子は10月からリーグが開幕するつけて練習をしているところです。練習の雰囲気はどんな感じですか。今年から監督が変わって、新鮮な気持ちで練習に取り組んでいます。嬉しい気持ちで次のシーズンに向けて準備されているということなんですけどね。では改めて、今後の意気込みの、ね、メッセージを聞かせてください。昨シーズン5位で終わってしまい、プレーオフ進出を逃してしまったので、今年は必ずプレーオフの舞台に戻り、日本一奪還を目指して頑張ります。また、4月29日に、前田ハウジング東区スポーツセンターで、泉メイプルレッツのファン感謝デーが開催されます。普段見れない選手の顔など見れることができると思いますので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。4月29日、ファン感謝デー、ぜひ、ね、皆さん遊びに来てください。お待ちしています。続いてソフトテニス NTT 西日本ブルーフランス。皆さんこんにちは、NTT 西日本ソフトテニスのキャプテンを務めております、内村拓海と申します。よろしくお願いいたします。本日は、ご来場いただきましてありがとうございます。まずチームの状況を聞かせていただいてよいでしょうか。はい、ソフトテニスは、4月からシーズンにしたばかりなんですけども、4月の初めに全日本男子選抜という大会がありまして、シングルスダブルスともに優勝し、新しくチームへのブループランツへと変わりまして、ね、チームの雰囲気はどんな感じだと思っていますか。そうです、シーズンが、コンコートの中では、やっぱり競争心を持って切磋琢磨しながら、取り組んでいますが、オンコートでは、皆さん仲良くて、プライベートでゴルフに行ったりと、
チームワークが素晴らしい。じゃあ、しっかり切り替えて、ね、今日の終戦どうですか。改めて、今後の意気込みメッセージ聞かせてください。はい、今年の9月に、中国でアジアオリンピックが開催されます。 NTT 西日本からは、4名選出されていますので、必ず金メダル獲得を目指して頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて、自転車で、ね、いつもこれ使用されているコーナーでしょうか。はい、大事に持ってくることになりました。プロ自転車ロードレースチーム、ビクトール広島。皆さんこんにちは、ビクトール広島所属2年目の柴田正幸です。はい、本日はようこそです。ありがとうございます。まず今のチームの、はい、スケジュールなどの状況などを教えていただいてよろしいでしょうね。はい、チームは2月から海外で台湾でシーズンスタートしまして、また今月からは日本のリーグがスタートしました。で、その4月のレースですね、川澤選手が優勝し、2日目は中津選手が3位になりまして、今現在、リーグ1位になっています。いや、素晴らしい。ありがとうございます。やはりこう日々こうスイックなトレーニングを積んでいらっしゃるんでしょうね。そうですね、中津選手も今年入ってきたばっかりなんですけれども、怪我を乗り越えて復活しましたし、また川澤選手もオーストラリアから入団してくれまして、僕たち日本人の選手も刺激を受けながら戦ってきています。まあ、国内外とハードなスケジュールだと思うんですけども、チーム の、 その雰囲気というのはどんな感じですか。そうですね、まずはやはり海外選手のコミュニケーションを取るためにですね、英語をみんなで頑張ろうという感じだったりあとは浅野選手、すごいステークの選手で、まあ、すごいベテランでもあるので、すごい引っ張っていただきながら活動できています。これからの思い、目標などを聞かせてください。やっぱり地域密着型のチームなので、結果の先に地域の皆様に応援していただけるように、こういった場に出させてもらえたことに感謝して頑張っていこうと思います。日本一に向けて頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、期待しております。ありがとうございます。続いて女子バドミントンチームですね、広島ガスバドミントン部。こんにちは、広島ガスバドミントン部の3名選手の鈴木さやかです。はい、よろしくお願いします。まず今のチームの状況を聞かせていただいていいでしょうか。シーズンは2月に終わり、また5月から中国実業団という団体戦が始まります。もうすぐにやってきますね。はい、ね、今どういうお気持ちでしょうか。今はもう優勝を目指してチーム一丸となって頑張っています。はい、そのチームなんですが、普段のムードはどんな感じですか。みんなと仲が良くて、でも切磋琢磨できるとてもいいチームです。成功期待しますけども、改めて、今後の競技に聞かせてください。はい、先ほども言いましたが、中国実業団で優勝を目指して頑張っています。また SJ リーグでは東方優勝を目指して頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、ご視聴応援よろしくお願いいたします。続いて女子ホッケー部、トマコーラレッドスパークス。こんにちは、まずはチームの状況を聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい、私たちも2月にシーズンが終わって、次は5月の27、28日に開幕戦がコカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアムであります。スタンドの多くですけども、すぐに新しいシーズンになるということなんですが、はい、なんと東京オリンピック2020では選手18名中7名を輩出ということで、日本代表する選手がずらっと在籍している、その辺りはどうなっていますか。はい、今も日本代表選手は合宿中で、なかなかチームが揃わない中での練習で、チーム一丸となって戦うことに準備を進めています。で、その素晴らしい選手もね、その在籍するレッドスパークスなんですが、改めて、今後の目標であったり意気込みを聞かせてください。今年こそはリオンカンパステという目標を掲げていますので、それを達成するように頑張りたいと思います。楽しみにしています。ありがとうございました。ということで、本日の広島は夢と思いのあるスポーツ王国広島の実現と地域の活性化に貢献するために、日本の国家レベルの選手や団体によるスポーツの普及、指導、育成に関する事業を行い、スポーツを通じた社会貢献に寄与します。これからも本日の広島の活躍にご注目いただき、ご声援をよろしくお願いいたします。それでは写真撮影を終えた後、ファンの皆さん、もうね、ぐるーっとこうスタジアムを
以上、ウィープとトゥギャザーコーナーでした。どうもありがとうございました。配達の人も感じが良くて丁寧で、最後に使い方も知りたい。